旅番組とか興味あります？いいやりたいやりたい、うん、好き好き好き本当にリアクションうわすごいしか言えないですけど大丈夫ですか？冒険してくれればいい、それはいけそうね、いいよね。大家好，我今天要采访日本的明星，因为我现在在日本嘛，趁着这个机会，我要申请日本明星采访。那今天我要采访谁呢？大家期待一下。こんにちは。こんにちは。你好，你好。啊，こんにちは。こんにちは。すいません、遅くなりました。こんにちは、こんにちは。所以现在疫情，所以不能握手。サッカー日本代表。サッカー。ああ、サッカー日本代表。まあ、結構中国はよく行くんですね。コロナになる前はもうよく行ってましたよ。うん、月に一回行ったり、二ヶ月に一回ぐらい。はいはい、あ、それぐらいの頻度とか、はい。全部試合？全部試合です。あ、そうなんですね。うん、中国どれぐらい行ったことあるんですか？でも北京、上海、とか河南省、河北省。はいはい、ベアとどこだろう、チェンドゥ。あ、チェンドゥはもう多分7回ぐらい行ったことあるし、杭州、杭州、はい、は何省だろう、浙江です。あ、そっか、そっかそっか。え、中国に住んだことはないですか？住んだことはないです。那你在哪里学中文呢？跟教练还有训练的就是队友。あとなんかその時救急って流行ってたんです。はいはい、救急流行ってます。ウェイシーの前の救急。知ってます、今も流行ってる。ウェイシーはポヨンチェンとかで、はいはいはい、見られ、いろいろ私生活見られるじゃないですか。あ、はいはい、親とか嫌だから。あ、なるほど。一周回って救急若い人、ね、昔救急をすごい、それで中国語を覚えたりして、はい、はいはいはい、救急のコン、なんか救急コンジェンってありましたよね。なんかそういうので写真載せたり、ノーメツみたいな、あ、今で言うなんかポヨンチェンみたいな、ポヨンチェンみたいな、はい、独学ですか？独学ですね。因为他的发音很标准。找朋友，找教练，每天聊聊，多聊聊，说说。你喜欢聊天是吧？嗯，太喜欢聊了。可能就是都大家都没想到。对，没想到。见我就对，很多人都跟我说你那么爱说话。对对对对，我以为你比较爱，你比较喜欢一个人安静的那种。没有没有没有。是吗？就喜欢聊天。很喜欢。喝酒呢？还好，喝酒还好。嗯，那你挺适合中国。英语全全自己的英语，我的是啊。なんかあの外国語っていうと中国語に今なっちゃうんで、そうだよね。あのヨーロッパ行って外国語喋っとったらなんか中国語でしょ。そう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 、あるあるある。違う違う、通じないみたいな。そう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 、俺もめっちゃある。ありますよ、ね、あるあるある。あ、そうは言っても前みたいに頻繁に中国に行けないから、うんうん、まあ、私がね、中国のファンたち、うん、中国のシーチャンジャーチュンのファンに代わってね、うん、質問しようというコーナーでございます、はい、質問中国語で大丈夫、はい、質問は中国語でいきます。除了乒乓球还有什么其他的爱好吗？逛街、買物、看电视、はい、どうなんだろう、吃美食ぐらいですかね。全然ないんですよ。めっちゃ普通ですね。趣味ないです。いや、そんなことないよ。逛街だと何を洋服とか服、やっぱなんかこう試合の映像ばっかり見てるから、うん、あんまり私服のイメージがなくて。あ、私服はどういう私服、まあ、こういうジャージか。これ違う、これ違うの分かるけど。ユニフォーム系以外だとどういう服を。え、でも何でも着ますよ。あのデニムも履くし、スカートも履くし、はいはい、あの何でも好きです。関連しよう、何を見るんですか？ドラマとか映画とか、はい、中国のドラマは見ないですか？中国のドラマは中国に試合に行ったりとか、はい、練習に行った時は見るんですよ。見た中で好きなのありますか？中国のなんだっけな、サンシアリー。ああ、サンシアリー、面白かった。あ、サンシアリーね、俺見てないけど。見てないですか？見た、面白かった、ね、面白いです、面白い。好きな中華料理は何ですか？好きな中華料理は、はい、なんだろう、小さい頃はナスが食べれなかったんですよ、はい、で中国に練習に行って、はい、コンシャオチエズを初めて食べたんです、はいはい、それからナス大好きになって。それで、そう、それでホシャオチエズのおかげでナス嫌いが治った。絶対中華料理行ったらホシャオチエズ食べます。听说你会说粤语，现场可以展示一下。粤语是真的吗？我不会啊。那得小贝，那听说って書いてあるよ。是吗？誰が言ったんだろうね、それ。我不会啊。广东话。じゃこれガセネタということでした。每次看到石川，他都是一脸笑意。请问平时是如何保持好心情的？基本的には多分すごくポジティブなんですけど。はい、でもすごく落ち込む日もあって、いろんなことが気になるタイプではあるん
そう見えないのかなって。見えないですね。本当です、はい、なんかすごいポジティブなとって言ってもらってすごく嬉しいですけど、意外と気にしてるところもあり、でも立ち直りは結構早いです、はい、そうそう、落ち込んだ時ってどうやってこう回復するんですか。もう解決策を見つけるひたすら考えたりとか、あとまあおしゃべりしたりとか友達と、はいはい、うん、ですかね。あと寝る、早く寝る、寝るね、はい。如何对一项运动保持那么持久的热爱？いや、私もこんなに卓球を長い間やれるとは正直自分でも思ってなくて、うん、卓球やる前はいろいろピアノとかバレエとか水泳とかいろいろやったんです、うん、何にも続かなかったんですよ、はい、で卓球に出会って初めてこうこんなに長く続くっていうかなんかずっと頑張れる、自分にとってはそれが卓球だったんですよ。というまでもあったけど、長い時な、長いなって感じることもあったり、うん、卓球に出会えてよかった。やっぱり楽しいです、うんうん、何が一番楽しいですか、卓球、うん、多分なんですけど、うん、本当にシンプルにできなかったことができるようになったり、うん、自分で無理だって思ってたことがなんかできるようになったり、うん、なんかあとは、うん、なんだろう、壁を一つずつクリアしていく、もう達成感はやっぱり楽しいのかなって思います、うん、でもちょっと飽きたなっていう時もないですか。ありますよ、全然。練習はもう飽きてますよそうだよね、もう二十何年もやったら、うん、それでもやっぱり上手くなりたいからやってる。そうですね、最終的には自分とのこう戦いっていうか、うん、それが楽しいんじゃないですかね、うん、人生長いと思うんですけど、うん、その中でこう自分のなんか気持ちの持ち方、うん、とかいろいろこう試行錯誤してる時間は、うん、今は一番、それは今が一番楽しいかもしれない。なんかそういうきっかけがあったんですか、そういうなんか考え方の。やっぱり東京オリンピックまでは必死に本当に勝つことを全力で頑張ってきて、その後22年やってきた卓球を楽しむことも少しやってみてもいいかなっていう気持ちもあり、それはちょっとだいぶ違う、その4年前のリオの時とか東京の時とはだいぶ違う。一生所愛かすみちゃんそのままじゃねえか、それ。什么时候会再来中国、非常想见他。次試合行くんですよ、私。あ、そうなんですか。10月の初め。10月はい、私もすっごい中国に行くの楽しみにして、試合で、うん、その現地でファンの方が応援してくれたりとか、うん、やっぱコロナになってから全然できてないので、うん、その中で今回そういうチャンスができてすごく嬉しいし、中国のファンの方すごいんですよ、はい、なんかこうグッズみたいなの作ってくれて、試合も始まるって時にウォーミングアップしてて、パッて上見たらもうバカでかい自分がいるみたいな、横断幕めっちゃ大きい自分がいて、えっみたいな、それはすごいびっくりしましたね。アイドルじゃん、もうアイドルになった気分ね、すごい嬉しいんですよ。大家好、我是石川佳純、いつも応援ありがとうございます。中国、久しぶりに中国に試合に行けることになりました。中国のファンの皆さんにお会いできるのをすごく楽しみにしています。いつもあの温かいメッセージ本当にありがとうございます。これからも頑張ります。シェシェ。はい、でっかいお団子作ってね、でっかいやつ、 もっとでっかいやつ作ってでっかいやつね。パイロジョーは、はい、これ録画、あ、これ動画なんですそうなんですよ、全部本当に左だ隔離期間中何するんですか。何しましょう寝るそれ旅番組とか興味あります。あ、いい、やりたいやりたい、うん、好き好き好き本当に。でもあの、バンディの頂上とかですか。いや、バンディの頂上だけじゃなくて中国広いから結構、バンディの頂上はまだ行ったことないんですけど、はい、この前、あの広州行った時は、はい、あのシーフ、シーフォー見に行きました。シーフォー、すごい綺麗だった、はい、シーフォー、セーフォー、あとグーゴン、あ、グーゴン、はい、めっちゃすごいですよね、はい、感動しました。旅番組行けますリアクションはすごいしか言えないですけど大丈夫ですかレオティエンしてくれればいい現地の人とレオティエンしてくれればおーみたい、はい、それはいけそう、ね、いいよね、絶対いいです。いや、こんなに喋ると私も思わなかった、はい、え、本当ですかイメージが今日まだ抑えめなんですけど、ああ、そうなんだ、大体みんなそう言いますよね。なんかこう、なんかおしとやかなビジョンのイメージだった。完全に間違ってました大阪のおばちゃん系、大阪のおばちゃん系だったんですね。本当そうなんです、間違えました。でも違うか、喋んない方がいいかとか言ってもう遅いです